合同火力演習なんてめんどくさい、時間がない、でもやっぱり効率的に素材を集めたい、そんななどのための護衛演習3オートクリア。今回はオートにかなり厳しい仕様になってますが、やらないぐらいならオートでやった方が一応コインが手に入るので参考にしてくだされたら幸いです。まず用意してもらいたいセットは、固有に水着花子、ココナもしくはルミ、そして水着白子、最後は桔梗、もしくは正月ムツキとバニッカリン。今回頑張ってもこれで精一杯だったので、代用があまり効かない編成で申し訳ないです。今回の大まかな作戦は、水着花子などのアタッカーでご利用し、ヒールと弱体解除で、ご利用しが効くまではヴァンギャルド君を生存させる、まず一番困難の花子なし部隊ですが、桔梗チームはこんな感じです。固有位置の桔梗を使ってますが、ある程度火力が出ていれば、水着星のは任意なので、良ければ別のチームに回してください。ムツキアンドカリンチームはこんな感じで、ムツキが固有1、カリンが固有2でも、残り10秒以下のギリギリクリアになります。最初の花子チームはこちら、注意点は茜の EX がレベル3でないと、弱体解除がないことです。花子が固有2であれば、ストライカーは花子だけ、もしくは1人コスト3か2の生徒を使ってください。花子を固有2にできなければ、キャンプ晴れ、息吹、温泉千秋など、バフ、デバフ、ヒール、何らかの形で戦力になってくれる生徒を選んでください。2番目の花子チームはこちら、注意点丸みの EX がレベル5じゃないと弱体解除がないことと、固有1花子だとアバンギャルド君は倒れます。ココナを使っていれば弱体解除がないので、ヒーラーをもう1人入れたら安定します。特に最初のチームで生徒や育成が足りなく、ステージ2に挑戦された先生方は、そのチームからヒーラーを引用してもいいです。ご視聴ありがとうございました。